昭和57年台風第10号は、1982年7月に発生し、日本に上陸した台風である。進路図この年は、冷夏傾向で、全国的に梅雨明けが遅れており、本来梅雨が明ける7月20日を過ぎても大雨が続いていた。23日には低気圧と梅雨前線の影響で、長崎市などの九州で記録的な豪雨が襲うなど、梅雨末期の豪雨で西日本を中心に被害を受けていた。この台風の上陸は昭和57年7月豪雨の被害を受けた矢先の出来事で東日本でも被害が発生した。昭和57年7月豪雨と台風10号での被害はほぼ全国に及び死者数が400人を超す大災害となった。7月23日に日本の南東海上で発生した台風10号は発達を続け、最盛期を迎えた29日には中心気圧900ミリバール、最大風速秒速65メートルにまで成長。暴風域の直径は740キロメートルと、1977年以降で10番目に大きくなった。台風は8月1日に紀伊半島の南海上を北上し、2日0時頃には中心気圧970ミリバールで愛知県渥美半島に上陸して、同日早朝には富山湾から日本海へと進んだ。この頃に暴風域も消滅し、同日15時に温帯低気圧に変わって東北地方に接近した。四国地方東部、中国地方東部から東北地方にかけての広い範囲で大雨となり、近畿地方から東北地方にかけては暴風が吹いた。奈良県肘岳では8月1日に飛降水量 844mm を記録したほか、同日に静岡県石廊崎で 10.15 メートルの夕陽波を観測し、1976年の観測開始以来、第1位の記録となった。近畿地方、北陸地方、関東地方で被害が大きく、全国の死者、行方不明者は95人となった。この台風の英名、ベスはこの台風限りで使用中止となり、次順からはブレンダという英名が使用されることになった。ありがとうございます。